北野茂の歌を聴いてください。親父ならという曲を。あなたを覚えています。夢の国に来てもあなたはあなたでした。野球の公式戦の途中でデッドボール、ファーストベース、うずくまる僕に三塁の塁審をしてたあなたは駆け寄って首根っこをつかんで立たせてくれました。きっとその半分は優しさです。子供同士の喧嘩で主役が僕だったとき、周りの大人が止める中、あなたはそっと背後に忍び寄って、次なんか言うたらどついてこいと僕をけしかけました。さあって言う背中に気合を。ありがとうございます。あなたと車で出かけた時に、助手席でシートベルトをせずに乗ってた僕は、急ブレーキをかけた際つんのめいて、フロントガラスを頭で割りました。痛いよりやばいが先でした。親より男として大人より人として、大人になれた。親父が親父じゃなかったら踏み込まんで済んだ一歩もあった。親父が親父じゃなかったら弱いより痛いを選ばなかった。親父が親父じゃなかったら男でよかったなんて思えなかった。
じゃなかったら呼び出されるのは女の子だったかもな。親父が親父じゃなかったら車内は手済ませた場面もあった。親父が親父じゃなかったら野生が満線と頭を下げた。しか言われへん男になってた。あんたの子です、寝起きから似てきました。あんたの子です、17嫁を探します。あんたの子です、立ち食いうどんに目がないです。あんたの子です、おばちゃんには好かれる体質です。あんたの子です、ほっとかれへん性分です。あんたの子です、気の利いた連れを持てます。あんたの子です、あんたの子です、あんたの子です。男ならどうするかを考えた。親父ならこうすると生きてきた。男なら男なら親父なら。楽しいでした。大きな拍手を。どうもありがとう。ああ、Thank you。また会いましょう。